くてすぐ立ち上がることはしないで、やっぱそこでもストレッチをしたくなるので、まずゆっくり自分なりにストレッチをして、私自身なかなか起きれなくて、目覚ましを3回ぐらいかけていて、で2回3回音が鳴って、やっと起きなきゃ遅刻しちゃう、起きなきゃ時間がないっていう焦りでまず起きます。でそこからもう娘を、名前を呼んで機嫌を取りながらうまく起こして、そこから一日のこのスタートっていう風に始まりますね。まず起きてすぐすることは、部屋に光を入れたいのでブラインドを上げたりとか、空気の入れ替えで窓を開けたりして、一日が始まるっていう流れですね。いちご食べる人、何食べる。娘の幼稚園の準備だったり、朝ごはんはもうサクッと済ませるので、パンを焼いたり、あと果物を食べさせたりっていう風にしています。旦那さんはもう基本娘を常に機嫌よくさせてもらう役割をお願いしてますね。その間に私も家のことだったり自分のことだったりっていうのができるので、朝ごはんを作ってこう机に出して食べといてっていうのを、旦那さんは娘と一緒にこう楽しく朝ごはんを食べさせてくれる空気っていうのを作ってくれてますね。今日は何になりますか？何が何？エルサ。了解しました。まず髪の毛を、例えばエルサにしてとか、プリンセスにしてっていう注文が来るので、もう可愛くしてあげるねってこう機嫌を取りながら、髪の毛をまずセットすると、少し幼稚園に行くモードに入ってきてくれるので、そこから、じゃあ次着替えていこうって順番にしていくのが、もうここはポイントですね。耳？幼稚園の服着るよ。何じゃこれ。何してるの？ゾウさん？こちゃん、あと10分よ。もう時間がないときはもう早く着替えさせてあげなきゃいけないので、着替えさせる機嫌取りを一生懸命しながら、時間に追われながら過ごしていますね。頑張れ。レッツゴーレッツゴー。だんだん行きます。違う、行ってきます。パパに行ってきますっていうのがすごく好きで、行く前に絶対ハイタッチをして行くんですけど、玄関からもう一歩出たらもう幼稚園に行く気分になっているので、そこはもう元気よく楽しそうに幼稚園に向かっている娘はいますね。
美味しいですね。朝ごはんは基本和食です。まあ、白いご飯だったり玄米だったりに納豆で、一番私が好きな梅干し、梅干しも和歌山の南高梅、蜂蜜漬け南高梅があるんですけど、もうそれが一番大好きで、実家からの絶対送ってきてもらうのでパワーにもなりますし、私自身ロンドンオリンピックにも箱ごと持っていくほど好きだったので、もう常に小さい時からずっと食べてるものですね。もちもち、このながらストレッチが一番私の中でずっと続けていることなので、ふとした時にストレッチをしていたりとか、そういった部分はたくさんありますね。体のチェック、一日のこの始まりなので、自分が今日、右側が痛いなとか、どこが重いかなとか、体をチェックしながらストレッチをしていって、だいたい20分ぐらいは、こうストレッチの時間になったら、ゴロ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 転がってますね。子供が生活しやすい環境ですし、また家族もすごく近くて、忙しい時だったりっていうのも甘えることができる環境なので、生活をしていてもストレスがたまらないというか、毎日楽しい日々を過ごしているのはありますね。